最近ですね、このドラマ展というのができまして、大きなこういった看板になるものができたようですね。こちらでしていると、向こうからの客人から見えんということで、日頃は最近位置を変えて、あちらの前の方に押していただくという細かい情報を提供させていただきました。ただ今までこちらで演舞した中で、今日が一番のお客さんの入りでございます。いやありがとうございます。さすがでございます。なんか地下に潜っておられるのかなって、どこでおられるんですか。初めて来たよというものはどれぐらいおるんじゃ。この場合初めて来たよ。多いの。なぜ今まで来てくれんかったんじゃ。言ってやろうか。名古屋から来たものせやけに。だからだな。さすがでございます。そういうことがない。遠かったんじゃない。なるほど。しながら先ほど少しドラマ展のあのドラマ館のやつなんか見させてもらったけども、ちょっと興奮したな。嬉しいよ。見たもう。見た。だからみんなはおそらくへしきり外れよりも岡田准一郎が着た着物のほうがうはうは少し匂いも残っておりますけどそうですね。ちゃんとクリーニング出しとるがいい。現在の日記に頼って名古屋の皆様に来ていただいた次第でございますが、何やらご報告があるということで。そうだな、この福岡の、まあ、民に涙にこう知ってもらいたいことがござるゆえ、まあ、我々も、昨日からこの福岡筑前の地に、入ってまいって、今日本日、そして明日と、イムズスクエアというところで戦を繰り広げてまいる。その戦も名古屋の観光 PR じゃ、名古屋の良さを南に伝えてまいりたいなと思って、今現在、まあ、我々名古屋おもてなし武将隊、名古屋城を拠点に活動しておるわけだけれども、まあ、名古屋城で、まあ、ぜひに訪れた際見に行ってもらいたいところは本丸御殿。本丸御殿神戸もこの間名古屋城に行かせていただきまして、表から綺麗な新しい本丸御殿が、そうじゃ、見事な絢爛豪華な金がふんだんに用いたる、なおかつ上品なこういった建物、それが本丸御殿じゃ。名古屋城築城当初に、建てられた御殿であるけれども、元は藩主の住まいでござったか、それからは、将軍が、江戸による将軍が京都へ登られる際の途中の終わりなどに宿泊施設として、使われておったそちらの御殿、昨年の5月29日に、第一期公開と相成った。今年の25月29日で丸1年迎え、今現在も大変にぎわっておる。なんといっても見どころは、400年前に建った時とそっくりそのまんま今建てられておるというところじゃ。400年前の技術、ほいから材料、ほいから設計図、図面等と忠実にそちらに基づいて作られておるゆえ、本物であるということ、これぜひに皆々には、声を大にして伝えてまいりたいと思う。野村様、まだ1年経ちましたが、ヒノキの香りがいたしますので、あー、プンプンするよな。プンプンいたします。あそこに行くと、ちーと心が休まる。誠に
ようなな、心を落ち着かせてくれる場所であるということだな。それから400年前の、まあ、狩野派と呼ばれる絵師集団がおったんじゃけれども、この日本の代表する集団が描いた商品画にござるな。そちらの絵も、まあこれが見物で、で本物も実は現代にもずっと残っておって、第二次世界大戦で名古屋城というのは燃え尽きてしまった天守閣、それから本丸御殿も戦争で燃えてしまったんだけれども、全て燃え尽きる前に置いた障壁画じゃとか絵図、設計図を避難させておったから、このような復元が可能と相なったわけじゃ。こういった本物を元にして実際に現代の技術を使って復元模写といって、そっくりそのままそちらも写し替える、ゆえにもうこれは誰がもう誠に職人が見ると分からんぐらい、我々のような何も絵に詳しいものがじゃなかったら、もう見たらもうそっくりもう本物であるということ、うん、この驚きたるや、これは誠に素晴らしいものである。そうじゃな。しかし、あのせっかくそうやって名古屋に来たからには、やっぱり飯を食ってもらいたいということで、ありがとうございます。飯を食うといういい企画があるやな、ま、たで。ただわしその情報を一切知りませんので、ね、これを知っとる者はおそらくキラッと名古屋名物がおらんと説明ができません。なるほどな、はい、名古屋市博覧会のことじゃ。あ、名古屋市うまいものが餃子あるから来いというわけですから。じゃあ、はい、名古屋市内いろんな店でな、名古屋飯が食べられる良き機会が、食べ歩き方のイベントがござるゆえ、10月から11月じゃ、ざっくりと言うと。さよ、ざっくりとしますな。さよ、この2ヶ月のうち11月の上旬までに名古屋に参れ。そうじゃな、さよ、さすれば11日かなんかそんぐらいまで、そんぐらいまでですな。ちなみにその名古屋飯の祭典には例えばどういったものがあるんですか。秀吉のおっぱい豆腐。何ですか。一番最初に出てきましたな。あれ昨年かな。誠にございますか。一昨年でございます な, な, な中村区の方で、あの各店が名古屋飯をこう何かこう、なんだろう、作ってアイデアを出して一つ品にして、それをまあ低コストでな、安い価格で買えるというような企画があって、はあ、そのどれが一番売れたかというのを最終的に順位を決めるという、あの投票制のやつがあるんだな、はいはい、それに投票しとったのが秀吉のおっぱい豆腐。全然意味がわしわからなくてなあ、あれを、うん、実はわしまだ食べとらんのですが、食べとらんのされど、実際に食べた人の話を聞きましたところ、いや、ビビですぞと。ビビですビビですぞ。これからあのおっぱいを崩していく感じ、あれがたまりません、ね、声を割ってはございませんが、そういったおなごの声を聞いたので、おなごでございます。おなごの声を、大きさは、大きさどれくらいですか。大きさはこれぐらい。これ秀吉様のおっぱい豆腐ってのは秀吉様の方だってくるんじゃない。おっぱいもええんですけども、改めてご説明させていただきます。真面目じゃな。名古屋飯博覧会と申しまして、各店舗ごと、いわゆるそういった食の祭典というのは、例えばこちらですと福岡ドームとか、そういったところなんかで一つのところで皆さん来ていただいてご飯食べるとか、そういったことが多いんですが、この名古屋飯博覧会というのは、各店舗がそのお店でそういった、先ほど信長様が申したようなおっぱいだとかを、おっぱいというとまたやらしい、ストレートすぎます。豆腐をつけんか、豆腐を、豆腐とか、そういったその店の自慢の品を開発したりとか、新しく出したりとかして、そのお店に置いとって、皆さんがそのお店に歩いて食べに行くというものでございまして、またこちらお値打ちでございまして、そうなんじゃな、食券でございますね、チケット、チケット、各そういった観光のホテルだとか、あとはそのお店だとかに売っておるチケットを購入していただいて、3000円分だとか5000円分だとかいろいろございるんですけども、じゃあ買っていただいて、じゃあチケット何枚分ねと、出してそれを食べるというものでございますので、普段だとそんな定価全然もっと高いものだとか、そういうものもございます。半額近くで食えるものもあるっていう、なかなかあの普通にこういったお店行って一品だけ頼んで帰るというのはなかなか気が引けてしまうんじゃけれども、この名古屋飯博覧会じゃったら、このチケットを持って行って1枚パッと出して、でそれだけもらってな、もうそれを食べたら、うん、でごちそうさまでした、次の店行こうやと言って、次の店行ってまた違う名古屋飯食べられるとかね、まあ、名古屋全体がそのな店になってるというかな、催しイベントの会場になってるというふうに考えてもらえればいいんじゃないかな。そしてそれと並行して、名古屋飯ありまして、そうそうそう、先ほど申しましたおっぱいプリンとか、おっぱい豆腐、おっぱいばっかり、おっぱいプリンばっかり、名古屋の方おっぱい、名古屋の方何かで食ったことあるだけじゃないの。まああとは例えば新しく開発した、おんでが出てしまったじゃねえか、はい、味噌を使った何かだとか、おっぱい味噌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 、
寝よう各店舗が提供いたしまして、それをですね、グランプリと称しまして、そういった、博覧会に参加させていただいた、参加していただいた方々が、この美味しかったね、よし投票しようということで集まった票で、グランプリを競うという、順位を競うというものでございます。でこれもし優勝しましたらば、名古屋の新しい名物として、名古屋飯として、登録されるということでございますので、ぜひ皆様己の下で、確かめていただいて投票していただければ。